まあお互いギターとベースということで、はい、まあ、ちょっとね楽器は近いようで近くないというか、そうですね、そういう、はい、感じなんですけど、はい、まあ、お互いどういう風に見ているのか、はい、ベースから見てギター、ギターから見てベース、そうですね、お互いのプレイをって感じなんですけども、はい、どうですか小林さんから僕のプレイっていうのは、ね、はい、そう、まあ、まあ、サワモノ でベースとギター違うとはいえ、どちらかというと浅木さんのプレイはもうほぼギターと一緒なテクニックが満載、まあ、ありえない、まあ、もちろんベース特有のものっていうのはもちろんあるんですけど、その上でやってるプレイはもうギタリストと変わんないです。ギタリスト以上です。まあギター殺しですか、ね、いやまあね、そうですね、ものすごいと思います。普通の人よりもたくさんちょっと指使って弾くっていうプレイがありますので、その辺もねいつも戦い合ってる感じなんですけど、すごいと思います、ね、逆に言うと、なんか僕から発信する曲とかもある、うん、フレーズがあるんですけどもね、はい、やっぱりベースでやるタッピングを逆にこうギターでやるとね、結構その指の使い方とか難しかったりっていうかね、そうですね、ややこしかったりっていうのがあって、はい、でまあそんなところですね、逆に小林さんは全部こううまく自分なりにこうね、きっちりやってもらって合わせてもらったりとかしているわけなんですけど、ね、はい、まあ、その辺本来持ってるそのギターとか別の役割以上のことをぶつけ合ってるのがこのバンドのね、我々そうですね、はい、売りでもあるっていうのがあります。そのところもぜひともセミナーで見ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。イエーイ。